どうもしげしげです。本日は炭治郎で裏修羅やっていくんですけれども、こちらのキャラクリスマスガチャの、星7の劉備ですね。クリスマス劉備、こちらが情報修正で割とこういい感じの性能になって、まあ炭治郎のサブに入ってくるんじゃないかみたいな感じの性能だったので、ちょっと使っていきたいと思います。比較対象として隣に馬騎を並べてありますが、まあウェイがこれアシスト込みで今5個で、でコンボ強化2個持ってるっていうキャラなんですよね。まあ何ができるかっていうと、炭治郎ループで使うと毎ターン火4個作りながら攻撃炎波がかかるわけじゃないですか。それを最大限活かせるといった感じのキャラですね。で、お邪魔の完全耐性も素で持ってるし、まあ、泥強1個、属性強化も1個持っていて、まあいろんな形でヒパのサブに運用してもいいんじゃないかなという性能を、まあ、昨日のねクリスマスキャラの紹介動画では全然触れてないんですけども、改めて見てみたらありだなと思ったので今回使っていきます。で、超覚醒がこれ2体攻撃、バインド回復、操作負荷耐性、スキブプラスっていうやつなんですけど、これね究極進化後であれば一応スキブ4のウェイ3無効貫通とかでも運用することができます。まあ今回進化前で、まあ進化前の方がちょっとまあ火力ソースというか、として使えるんじゃないかなと思ったので進化前を使っていきます。で、マシンキラー2個振って遅延2個ですね。で、ディアブロスの武器をアシストしております。ウェイと、まあ、バインドと、まあ、泥強とか軽減とかもろもろが詰めております。まあボスにねグラビティを放ちます。はい、じゃあ他のメンバーも見ていきましょう。まず、炭治郎、これミックつけてます。はい、攻撃キラーと封印耐性と。で、バキはグラビティですね。ボスはグラビティで倒します。もう道中の劉備の火力だけ見れればいいので確実に勝てるような編成にしてあります。はい、でネズコ、エキドナの武器ですね。遅延はマックスです。でポロネ、エスカトンジャッジメントで遅延マックスで、フレンドさんがアルバトリオン、これもアルバトリオンですね。で毒と泥鏡を積んでますと。でこのバキの枠なんですけど、バキ持ってねえよって方がおそらくほとんどだと思うので、まあジンのキャラ入れてあげればいいのかなと思われます。そう、劉備がね非機っていう枠で結構その前職、多職型というか前職入れてガードブレイクを生かした炭治郎と組む時にもは割といいんじゃないかなと思います。まあ闇は消しちゃうけどね。はい、そんな感じでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、まずは変身までの立ち回りなんですけども、初ターンで劉備使って、まあ一発受けてもいいんですけどね、一発受けてもいいけど初ターンで劉備使ってウェイ込みでなんとか突破していきたい。よいしょ。まあ4ゲシ入れればこの編成であればバキがね、あんまりバキの力借りたくないけど、まあ、こんなんでどうでしょうか。劉備でも9000万とか出てて、そっからマシンキラー乗るんで、はい、変身前でもそれくらい火力出せるということで、パズル教室やっていきましょう。はい、突破しましたということで、この後ですね、陣枠として、まあ、バキを使うのと、ポロネ使ってネズコ使って炭治郎変身ですね。はい、バキオン、わ、少な、火少な、ポロネオンからのネズコオンからの炭治郎、炭治郎、はい、これで、ま、追加攻撃を入れながら、いやもうこんなのしか組めないよな、ちょっとこっち入れようか。あ、違う、こんなんで、はい、これでちょっと劉備の火力を見ましょう。劉備が4億5884万かな。はい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 、まあ十分っちゃ十分、足りないっちゃ足りない。まあ隣にバキ並べてるからね、まあどうしてもステータスの面でバキの方が強いかなっていうところはあるんですけども、はい、ここは適当に消しながら溜まった炭治郎を使って火の4を絶対入れていくと。はい、これで抜いたでしょ。真ん中のこっちか。あー、残んなかった。
はい、バトル5、まあ、基本的には結構サクサク進めるパーティーなので、本当にまあそれで言うとすごくない？劉備が普通に馴染んでるっていうさ、それスキルもだって別に腐ってないし、お邪魔の完全耐性で耐性も詰めてるでしょ。そう、普通に馴染んでるんですよ。はい、バトル6、ここも炭治郎からの火の4だけね、しっかりまあ組んであげれば問題はないのかなと。これでうん、劉備割といいよ、いい火力出てるよ。はい、これも炭治郎を、基本的には炭治郎を打って4消ししていきますね。 OK。で、この次も炭治郎を、いつもスキップするんですけど、別にスキップするほどのものでもないというか、道中本当にサクサクなので、よいしょ、このままやっていきます。よいしょ、やっぱね、浦代は炭治郎だよ。まあ、いろんなキャラでね、使ってみた動画として、まあ、他のキャラで浦代はよくやるんですけど、炭治郎以上に楽なキャラを僕は知らない。あ、ここもうちょっと消した方がいいとこか。抜けないよね、そうだよね。まあまあまあ、どっちにしろね、ボスのボスではもうグラビティを貯めないといけないんで。まあまあまあ、よいしょ。うん、バキの次ぐらいの火力出してるから、いや全然ありっしょ劉備って思うけどな。はい、お邪魔も今劉備の力で弾いてます。まあ、結局そのお邪魔耐性っていうのもあれですよね、あのキャラ稲姫とか入れてる編成であれば別に今いらないんですけど、バキも持ってない、稲姫も持ってないって方だったらいいんじゃないですか。はい、ここも4弟子っすね。よいしょ、ちょっと多めにコンボで、グラビティあと21の17、はい、バトル11、ヒドロップを集めましょう。ここはまあ普通に大丈夫なとこなので、6体制もあるし、123、 OKOK。 はい、これで炭治郎をで無効貫通、割とまあ動画撮りながらではあるけど、タイムを、クリアタイムを意識していきたいね。メノアでぐだらないのがもう、ほぼほぼ確定してるグラビティ型の編成なので、タイムを意識していきます。今更かよって感じですけど。よいしょ。回復軽くしとこう。でこの次はまあ先トト倒すでいいかな。トト倒して、まあ、貯めれるだけ貯めていきましょう。でこの次はね、あれがいいな、あれミストルテイン、ハラドボルグネズコ温存したいんで、今ここで倒します、ね。はい、これでトトやったでしょ。でもう一旦貯めれるからちょいからの、ポロをね、男女ここで倒すんだ。まあ4消しでいけるでしょう、こんなんで。さあミストルテインでお願いします。あ、火乗った、よいしょ。うん、バキが4億1000万の、劉備が3億8000万とかなんで、ありよりのあり。
今ここで倒すんだ。さあここ行けるかな、ワンパンできるかな、無効貫通なんで。頑張れ攻撃キラーの力。あーめっちゃ落ち込んでるじゃん。攻撃キラーの力ーちょっと足んない。今ここで火がもう1コンボ組めてればねいけましたね。よいしょ、こんなんで。威嚇があと1ターンか。ここねリラチェン食らいたくないな。おお、リュービー、まあリュービーの動画だからね。うわ軽減ないわ、マジか。困るな、レンズコ溜まってなかったか。そうか、早く来すぎた。よいしょ、あーしんど、うわーしんど。あ大丈夫、よいしょ、からのよいしょ、からのよいしょ、からのヒドロップを呼ぶ。で今の感じであれば 1,2,3,4,5、 これ無効貫通ならいける説あるから、無効貫通でいきましょう。今ここで倒すんだ。無効貫通、よいしょよいしょよいしょ、はい、無効貫通ならいける説全然ある。よいしょ、いった、よし。でちょうどリラチェン戻るね。でヒドロップ集めて、まあ無効貫通っすね。火を集めろ、はい、5678、 OK。 じゃあもう炭治郎で、ここで倒すんだ。まあ火は最低でも抜くよね、おそらく。よいしょ、こんなんで。で、HP も満タンだし、軽減もかかってるから、この次も大丈夫。OK、OK。いや、安定してるな、マジで炭治郎だわ。このダンジョンは本当に炭治郎ゲー。こんなに組まなくていいか。まあ、回復だけしっかりしながらって感じで。いいよいいよ、リュービーは炭治郎のサブにぴったりです。もう結論出しちゃった。結論出したらもうこの動画別に終わってもいいんだけどな。あとボスまでたどり着いてグラビティで倒すだけだしな。お、グラビティももうバッチリ溜まるから、あとはボスまでたどり着くだけ。17、落ち込んなしか。まあまあまあ良いでしょう。今ここで倒すんだ。4ゲシ、さあ行け。よいしょ、バキが3億1000万の劉備が2億9000万、まあ2000万ぐらい変わってくるかなっていう。そこはね、ステータスのあれですけど。今ここで倒すんだ。火を温存しといて、仕込んないからまた一人。炭治郎と、今ここで倒すんだ。よいしょ、で保険1個でいけるか。いい温存しちゃった。うおー、オッケー。さあバトル19、ビーザルと水か。44で、さあこの次四君子だとまあ誰でもいけるか。バトル20、 OK。 これはまあ普通にもうワンパンしちゃおうか。
今ここで倒すんだ。この日の量ならバッチリいけると思われる。よいしょ、無効管のウェイのやつなかなかいいんじゃないでしょうか。さあいけ、オーケー。さあボスですが、ここの発狂を食らうのが一番最悪の終わり方なので気をつけていきましょう。今ここで倒すんだ。もう一旦ウェイだけ、これ半分ちょっと、まあ、オッケーオッケー。思ったよりいかなかったけど、ビビりすぎてる。ここで倒すんだ。よくね、その使ってみた動画とかでも発狂食らうからね、ビビりすぎているよ。まあまあまあ、ウェイで様子を見ながら削っていきましょう。よいしょ、回復欠損しちゃったけど大丈夫。今ここで倒すんだ。根性取りたいね。でも相手木だからマジで気をつけなきゃいけない。43で削った。よし、次で倒すでしょ。で回復欲しいからちょっとねずこ打っちゃいましょう。もう威嚇もいらないしね。今ここで倒すんだ。よし、これでこれはしっかり無効管、しっかりしてる。はい、しっかりしてる。で倒したでしょ。火ください、火ください、火をください。うん、いい感じ。ワンパンいけるかな。水か、水。あ、でもそうか、グラビティだわ。なんでもないです。まあやっていきましょう。コロネはなしでいいでしょ。いや、コロネ必要だわ。よいしょ、コロネ、アストラルグラスを、これので、キンナップで、これで、こんなん強いじゃん。よいしょ、股間とごつなげ、こんなんで、はい。さあいけ、よいしょ、オッケー。まあ楽勝でしたね。ちょっとクリアタイム見ましょう。よろしくお願いします。はい、まあこんな感じで、初めてこう、劉備を編成してみて、動画を撮りながらで16分なんで、十分じゃない？ってことで、炭治郎のサブ悩んでる方ね、クリスマス劉備、個人的に全然違和感なく入ってきたので、おすすめです。おすすめです。特に本当にサブ少なくて、もう何入れようか悩んでる方、おすすめです。はい、クリスマスガチャが月曜日から来ますけれども。まあまあまあ、最高レアリティ狙ってみたり、ポロネ狙ってみたりしながら、劉備が出たらぜひ使ってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。